はい、どうもこんにちは、ラクラクラックです。ノーマンズスカイパート4やっていきたいと思います。はい、前回はですね、最後の方ですね、惑星、新しい惑星にやってきました。まあドマニシ戦艦をね、直して新しい星にやってきたわけですけども、ミラテンビッケルっていうところの彗星の、まあ名前忘れちゃったな、惑星でも、名前変えまして、はい、ミラテン、まあここは変わらないんですよ。ミラテンウィッケルっていうところだったんでミラテンにしたんですけども、惑星の名前をね、ミナデンにしましたミナディンじゃないですよ、ミナデンにしました。はい、ミナディン、よいしょ。さあ、やっていきたいと思います。途中、降りる、これですね、生命体信号の発信源を探すというところで終了しました。ではね、はい、あそこですね、行きたいと思います。多分ここの製造者じゃない、先住人の人なのかな、どうなんだろう、誰かいる、なんかちょっともう一回スキャナーみたいな、下の方にボワーって出てたんだけど、入っていけんのこれ、ここ止めるとこだったのもしかしてあんなとこ止めちゃった、開ける、あーそっか、アイテムケースがフルです、いっぱいだな、どうすりゃいいんだろう、とりあえず行ってみようか、入れた。おお、誰かいる。なんか変な人いるよ。ちょ待て。旅の中間目標を達成。ゴーッって言ってなる。さらなる一歩。ちょ待て。なんでね、この人ゴーッ。長官、グオー。いや、そのまんまじゃねえか。やっぱり。ゴーッ、ゴーッ、グオー。じゃあ話しかけてみますか。なんか魚みたいな顔してんな。魚みたいな顔してるのにこの人。じゃあグオーのヌオーに、はい、長官グオーに。アイテムケースがフルです。え、この人アイテムなの、おかしいでしょいやー、ちょっと待って、アイテムヘリチウムいらないね、ヘリチウムいらないよね。何かチャージしようか。あー、タミニウム使えねえだろうな。プラチナ、これ一緒にできるだろう。オッケー、これでどうだ。さあ、グオーに。おお、なんで移動したんだ。はい、日本語でオッケー。ゼキシングダトゥーヤハッモノラ、わかんない、これ英語なの、あ、上にあるじゃねえか私は待っていた、生命体は戦士の上だが攻撃の装備は見せていない、代わりに、あ、じゃあこれ、あ、こっち私の私の翻訳だな。私を待っていた生命体は生死のように見えるが、攻撃の装備は見せていない。代わりに私の理解できない言語でブツブツとつぶやくと、タブレットのようなものを差し出してくる。驚いたことに、そこに書かれていた文章は私にも理解できた。驚いたことにな。ははは。使用できるか、まあ、信用できるか、目を見て確かめようとしたが、生命体は興味を失ってこちらに背を向けた後だった。あの生命体はただのメッセンジャーで。文章を書いた者が別にいるのだろう。タブレットのようなものには他にも新しいテクノロジー、ハイパードライブの設計図が載っていた。入っていた。無視したら、おいってなるかな。おい、私なら意味ねえだろう、みたいな。どうしよう。これ、ある意味ミッションみたいなもんなのかな。現在のバイキーンの間でのランク無害。じゃあいただきますか。ハイパードライブの設計図乗ってるしな。うん。ね、手一発叩いてん。じゃあ俺の仕事は
もうねえから帰るわみたいな。おしぼしを巡る自分。ヘリジム欲しかった。危ない、捨てるところでしたね。これは欲しい。うわ、もう意味ない。酸素ゲットできるこの人が。ちょっと意味が分からん。アクションアイテムいつ、座るとかじゃない、ただ回すみたいな。なんでや、これ取るとちょっと怒られそう。シールド回復、よっしゃ。金かかったぞ。アトラスパースだじゃん。やっぱアトラスパース必要だったかな。もう完全無視できちゃいましたからね。ドマニシ、あ、ドマニシ、あ、バイガスチップしてるな。いつもそこにあるからいいんですけど。ちょっとポッと。バーニング。ちょっと待って。このパワーキャニスターってなんだろうね。なんで2つにで一緒にできないんだろうか。アイテムを整理する。ああ、ダメか。場所がない。仕方ないか。目的は？ハイパードライブ。戦艦を戻る。ちょっと待って。今戻るから。よいしょ。で、ハイパードライブに燃料入って、あー、ワープセルって何。とりあえず燃料補給するか。これは違うんだ。プルトニウムワープセル作るとか邪魔だな。使うか、使えねえもんな。あ、使える使える、1個使おう。で、施政策の中にあるのか。ガスとかしかねえな。あった、ワープセル。半物質って何。これ資源が足りないよな。半物質って何、見れないし。どうしよう、半物質が分からん。エグザクトを見たらコンタクト。テクノロジーじゃない。パッとしたら四角なんだね。1個必要なんだね。プロダクトを制作する、プロダクト分からん。あー、これスタミナ状況増強が入ってるな。でもこれもまたアイテム欄1個埋まっちゃうんだよな。で、欲しいな。これも炭素はすぐ集まるから。どこだ、炭素。意外とない。この辺意外とない、もしかして。あれなんだ、ちょっと炭素な。よいしょ。早い、ほんとに。スズチスの兵よ、スタミナ減るの本当早いからな。炭素が欲しい。あれ違うだろ。お、はてな。これはセーブポイントか。結構近いとこあるんだ。よいしょ、セーブ。
これでマップにはなったな。なんか結局あれだもんな、素材じゃないか。あとあった、炭素。よいしょ、よし、炭素ゲット。プルトニウムはいらないんだ。これで、ああ埋まっちゃうなどうしよう、チタン、チタンいらないよね。とりあえずアイアンを捨てようか、処分する。まだ足りない、鉄がねえんだ、鉄もねえんだじゃあチタンを捨てる。シートプレート使おう。鉄と鉄欲しいからなこのでっかいの取れば一発だろ、鉄は。一回離せばすぐ切れるいいじゃんこれ。よし、さあ、取れ取れ、あと少し、 OK。 あ、これ炭素だ、でっか。で、これも炭素、 OK。 これでどうだ、これ。いや、鉄いっぱいありすぎんな、逆に。こっちいらねえや。で、出しかけない。バツ。で、スタミナゲットしたけど、スタミナゲットしたけど、これやばいな。スロット足りないな。どうやったらスロット増やせるんだろう。わからないぞ。増えないな。次欲しいのは、炭素、プルトニウムこっちにあるな。よし、移動しよう。で、四角。ああ、半物って何？説明見れたりできないもんな。はいはい。どうしよう。なんだ、なんか。おお。表面飛んでるな。今回の敵あれ？またあれ？どうしよう、ほんと。とりあえず行っちゃおうか。スタミナは。まあ、さっきよりは長く走れるか。そうだな。ハイパードライブの燃料どうしよう。半物質ってのがわからないからな。あれは何？惑星外宇宙ステーション。なんで惑星外？もう行っちゃおう。ちょっと待って、どうやったら出る？目的ってないのか。マーカー、マーカーはいいや。旅、目的ってすぐ出ないな。降りて、出ないね。まあ惑星外に出ればわかるのかな。発信エンジンで、スペースステーション、さっきのか。こっち
俺たちか。とりあえず、これ本当わけわからなくなる。惑星界だからとりあえず出るか。よいしょ。軽しいジャンプは使いたくない。よし出た。宇宙ステーションはどこだ。あ、近い。あと2時間あー、10分もかかるこれじゃ。いけー隕石ぶつかっちゃうわ。隕石つか惑星。行きたいけどな。ジャンプしてもいいかな。でも今どんくらい？結構減ってるよな。あ、でもこっちはこっちであるもんな。いや、おらー、早い早い。あと30秒でつくよ。目がチカチカする感じだね急げ急げ。あ、エンジンさこの間エンジンタニウムとか簡単なものがいいよね。ウルトニウムチャージしとこう。あぶね、びっくりした。やばいよちょっと待てよぶつかるところだった。ちょっと返してって。これか宇宙ステーション。ストップ。どうやって止めるこれ。すっげーなんかテンション高い音楽になってるけど、止めていいのこれ。え、どうすんのこれ突っ込んでよかった。どうしよう。エガンスミニアッチじゃなくて、あ、入れる場所ある。どんなところよ。これ難しいなよし、一回入っていこう。おお、飛び出てる。ちょっとスピード上げて入ります。操作効かないんだけど。あ、勝手に止まってくれる。よいしょ勝手に振り向いたぞ。で、ここは何。すげえ、ガンダム思うね俺普通にこういうのね、なんか、なんて言うんだろう、ワクワクするねいやー、すげえわ。すげえわ、ほんと。あ、こういうのはいいね。宇宙がね、舞台だとこういうことできちゃうから。またいたよ。グオーの次は？何？戦闘員、イザル。戦闘員か。アウトポストの。あー、お店。アイテム売る。やったぜ。これ何だろう。これ使う。バイキンの選手が成功を動かして、これ使うのかな。ちょっと待って。これ使うのかな。これって何使うんだろう。
これ必要なのかな。でも売りたいな、結構高いから。シールドも売りたいんだけど、ヘビジュンはダメ。あ、これ売ってるやつか。ん？アイテムを買うだもん。アイテムケースからアイテムを売る。とりあえずこれ売っていいかな。一時的に配活配量量を増加させるだけだから売ろう。でこの玉な、何使うんだろうな。こういう玉の類だと思うんだよな。あ、チタンとか売ろう。素材今のところ鉄だけしか必要ないから、チタン、亜鉛売れないんだ。あと何売れる。あと売れないか。オッケー、こんなもんでいいや。これでアイテムはまあなんとか開いたから、じゃあイザールさんに話しかけてみましょうか。よし、これで中間目標を達成。今度はサイみたいなやつだな。やあ、向かい。わからん。私が近づくと選手の小鼻が膨らんでいた。なんで選手は深く息を吸い込むと激しく吠え立てた。警戒しているような。私は身振り手振りで自分が無害なことと彼らの現場はわからないことで伝える。少し考えた後、私のレンズに向かって唾を吐きかけながら吠えてて、そして私のマルツールを急に掴んだ。私の持つ、資源を示す印を指さしてきた。冷静に対処しなくては。鉄欲しい。お、選手が生まれた。彼らの言葉をいくつか教えた。うわ、熱い。何これ、ワーキーの許可が分かった。鉄あげたらいいだろ。じゃあちょっとだけ言葉を教えてやる。意味が分かんない。まあでも必要な素材だったのかな。さて、お買い物してみようか。ちょっと何売ってるのかな。オスペンション駅じゃなくて、オスペンション駅ね。あった、買えねえ。たっけえなあ。マイナス物質、多分この反物質とか、このどれだ、サスペンション液とか、あの磨、さっきの磨くの玉みたいなもんなんじゃない。だからどこかの箱には入ってると思うんだよ。誰かが落としてったような箱の中に多分反物質入ってると思うんだよ。ああ、普通に買うと高いよ。今俺いくら持ってんだ。お金、あ、上にあるわ。あ、そうじゃなくて、5万5万あって、多分
50万くらいじゃなかった、5万か、あー5万だね。あと2000ちょっと足りないね。やだなこれに全財産はたくのもやだな。まあワープ、まあ、ワープするにはあれだもんな、惑星移動をするためにはワープする燃料が必要だもんな、やっぱりな。じゃあいや惑星散歩しようジャンプする必要ない。え、誰か人いるのかなかっこいいんだけどね。かっこいいよね、あっちの方かっこいいわ。何これでもエンジンめっちゃすごそうな、エンジン強化型みたいな。おお、来た来た来た、何あれ何あれ、エンジン変だな。止まりしの方かっけえよすげえ、どんどん来る。よっ。というわけで、ここで眺めててもね、俺は楽しいんだけども、時間が来てしまったのでね、終了したいと思います。いやー、今回、もう、まあ、このノーマンズスカイはほとんどお散歩だけど、楽しいね。どんどん来る。すげえ。なんて言うんだろう。輸送船ってわけじゃないけど頻繁だね宇宙ステーションの中は。い、まあぐだぐだ喋ってても仕方ないので今回はこれで終了したいと思います。まあなんて言うんだろうこの宇宙ステーションにやってきて結局何をしたかっていうと言葉を教えてもらったみたいなそんな感じでしたね。まあ、次はちょっとまた他の惑星行ってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。では、ノーマンズスカイパート4はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。